ジャック・ブリスコに見る日本マット事情。 NWA 世界チャンピオンでありジャイアント馬場が初めて NWA 王座を奪取した時の相手がブリスコでした。初来日は1967年。この時のシングルマッチでの戦績は猪木・大木に負け、上田・星野・高千穂に勝ち、平井とは1勝1分け、山本とは1勝1敗1分け、吉村と引き分けという戦績でした。4年後に2度目の来日。月刊ゴング1971年9月号にはこの2度目の来日時のインタビューが掲載されていますので、一部抜粋してお伝えいたします。当然馬場と猪木の王座を狙う。馬場はもう落ち目だろう。猪木は俺とタイプが似ているからやりやすいよ。ヒロ・マツダにも勝った。馬場や猪木に負けるとは思わない。そして猪木の保持する UN 選手権に挑戦、敗れるも名勝負を展開します。それから2年後の1973年7月20日ハーリーレイスを破って NWA 世界王座を奪取、頂点に立ちます。月刊プロレス1973年9月号ではこの模様を大々的に報じています。ブリスコのインタビューも掲載されていますので、一部抜粋してお伝えいたします。私を一本立ちのプロレスラーにしてくれたのはエディ・グラハムさんだ。そして今回のビッグチャンスも与えてくれた。プロレス入りして以来の夢を叶えさせてくれた恩人だからね。やはりプロといってもレスリングの勝負だから、ラフはやめて堂々とテクニックで勝負すべきだ。テクニック対テクニックの勝負、それが本当のプロレスというものだと私は思う。ミルマスカラスというのがいるね。一体彼はプロレスラーと言えるだろうか。まるでファッションボーイじゃないか。いつもキンキラキンのコスチュームとマスクのコレクションを見せるためにリングに上がっているようなもんだ。本当のプロレスラーはコスチュームなんか関係ないよ。シューズとタイツ、それだけでいい。あとは何もいらないさ。ジャイアント馬場は1994年発売の著書16問の熱闘人生の中で、この年のブリスコとの試合について語っていますので、一部抜粋してお伝えいたします。ブリスコという選手は日本ではあまり知られていませんでしたが、この年の新春シリーズに参加。僕は対戦して引き分けていたんで、これならいけるという感触は掴んでいましたよ。12月の鹿児島大会で再挑戦しました。やる前から体も小さいし、僕の後から出てきた選手だし、この相手なら勝てるな。どうやったって僕が負ける要素はないじゃないか、という、そういう安心感みたいなものがありましたね。ちなみに馬場は、1975年8月には、NWA の総本山と言われたセントルイスのキール・オーデトリアムでもブリスコの NWA 世界王座に挑戦しています。この時は敗れています。翌76年の来日は1回、それもジャンボ鶴田との UN 王座決定戦1試合のみでした。猪木の UN 選手権にも挑戦し敗れたブリスコが、全日本のリングで復活した UN 選手権にも挑戦し敗れています。UN 王座とは縁がないブリスコです。同様に猪木の UN 王座にも挑戦し、鶴田の王座にも挑戦したレスラーは、ビッグマードックがいますが、マードックは UN チャンピオンになっています。ジャンボ鶴田は、1981年発売、自身のプロレスアルバムの中でも、ブリスコについて語っていますので、一部抜粋してお伝えいたします。この人は、UN 選手権を取った人で思い出深い。この人と、ジュニアを足して2で割ったようなレスラーが僕の目標。一箇所を徹底的に攻めてくる粘っこいレスリングで、プロウト受けするタイプ。アマレス出身なのでやりやすい。見た目には地味だけど、やっている僕らは手応えがあるね。月刊ゴング1979年3月号には来日前のブリスコのインタビューが掲載されていますので、一部抜粋してお伝えいたします。聞きにくいことだが、あなたはジャイアント馬場の全日本プロレスの系列の選手ではないのか。私はアメリカのレスラーだ。日本の団体の系列ということはない。ただ
我々アメリカのレスラーを日本へ呼ぶのにジャイアント馬場とアントニオ猪木の間で何らかの障害があるという噂は聞いているが、それは日本の問題でありアメリカの問題ではない。ミスター・エディもはっきりそう言っていた。私には複雑でわからないが、私自身の意思はアントニオ猪木と戦いたいということだ。ジャイアント馬場、ジャンボ鶴田とアントニオ猪木を比較してどうか、その質問には答えられぬ。私の主観が彼らに迷惑をかけるといけない。それよりもその問題はあなた方が答えを出せるだろう。あなた方は私とジャイアント馬場の試合もジャンボ鶴田の試合もアントニオ猪木との試合も公平に見ることができるだろう。ブリスコの新日プロへのマット登場が意味するものはまだ他にもある。それはブリスコの背後にある黒幕エディ・グラハムがはっきりと NWA 内部においてビンス・マクマホン、マイク・ラベールと手を握り NWA 内部の反主流派に回ったことだ。ジャック・ブリスコと猪木の8年ぶりの対決実現の裏側にはこうしたプロレス界の政治力学構造もあるのだ。必殺ゴング1979年5月号には、あれから8年、ついに待望の夢の対決が実現、この猪木対ブリスコ戦の試合展開をズバリ推理という記事が掲載されています。一部抜粋してお伝えいたします。プロレス界の隠語で手が合うという言葉がある。これは名勝負をやってのける最大の条件と言ってもいい。しかしババ・ブリスコ戦を名勝負だったという人は残念ながらいない。なぜか、ババのレスリングとブリスコのレスリングはサイクルが違い噛み合わなかったからだ。ジャンボ鶴田とブリスコの対決、まだサイクルが合っていたと言えるが、円熟度という点で鶴田はまだブリスコについていけなかった。さて、猪木とブリスコ、これはまさにサイクルの合う勝負なのだ。二人の円熟度、持っているテクニックの質、スピード、まさにこれほどサイクルの合う好敵手はいない。まだ気が早いと言われるかもしれぬが、はっきり1979年度のベストバウト候補の試合と太鼓判を押せるのだ。1979年5月10日、猪木の保持する NWF 選手権に挑戦するも敗れています。その他、シングルでは、藤波、長州、木戸、ストロング小林、星野に勝利、坂口と引き分け、スタン・ハンセンとのタッグも結成しています。スタン・ハンセンの2000年発売の自身の著書、魂のラリアットでは、このシリーズでのブリスコとのエピソードも書かれています。一部抜粋してお伝えいたします。私と新日プロの契約は今回が初めてだけれど、同時にこれが最後だと思う。フロリダと全日本の関係は強いし、ババとエディ・グラハムの間でもそう了解されているからね。1980年2月、NWAWWF ジュニアダブルタイトルマッチ、藤波辰巳対スティーブ・カーンの立ち会い人として来日。月刊プロレス1980年3月号では、猪木とエディ・グラハムの対談も掲載されています。新日本参戦から2年後の1981年第9回チャンピオンカーニバル、全日本には5年ぶりの来日、そしてこれが最後の来日となります。リーグ戦は優勝馬場、2位鶴田、ブリスコ、ブッチャー、ブロディは同率3位となります。ブリスコのテレビマッチでのリーグ戦登場は、開幕戦でブッチャーと場外引き分け、2週後の鶴田戦は時間切れ引き分け、その次の週の馬場戦ではフォール負け、リーグ戦終了後のインター王座決定トーナメントではブロディにリングアウト負けと、
テレビ中継を通して見ると同じ戦績でありながら、ブッチャー・ブロディほどのインパクトを残せませんでした。馬場に乾杯、ブロディに乾杯と最後の来日は、まさにブリスコの日本でのキャリアの終焉という感じです。個人的な印象として、全日本でのブリスコは世界チャンピオンで亡くなった途端に格落ちした印象です。後のディック・マーテルがこれに近いように感じます。ファンクス、レイス、ニックラの世界チャンピオンはベルトの有無に関わらず格落ちすることはありませんでした。ジャイアント馬場は1983年発売の著書ジャイアント馬場の16問が行くの中でブリスコについて語っていますので、一部抜粋してお伝えいたします。元 NWA 世界選手権者、実力はもちろん超一流だが、大レスラーというよりは名レスラーといった趣の選手だ。ハーリーレースを破って同王座についたのだが、この当時の勢いは素晴らしかった。だが1975年12月にテリーファンクに敗れ同王座から見放されて以来、その落ち込みようもちょっと例がないほどだ。レイスにしてもドリーファンクジュニアにしても、 NWA 世界王座を手放してからの方がかえってレスリングに幅と余裕ができ、王者時代より強くなったと言われたものだが、ブリスコの場合は彼らと全く対照的だ。ブリスコは大チャンピオンというにはちょっと線が細かった。この体力で約2年半にわたって世界の最高峰に君臨したことで、体力も気力も使い果たしてしまったのだろう。性格も真面目すぎるほどで、王者時代に全ての面で燃え尽くしたという感じだ。オーソドックスにセオリー通りのファイトをしていたので、意外性とか一発勝負の迫力、凄みには歴代王者に一歩譲るところがあったようだ。